はい、こんにちは。勉強ね、確かに何かの目的のために使うんですよね。まあ学問してるわけじゃないですからね。学問っていうのは要するに自分の知的好奇心を満たすためであって、もうインプットするだけみたいなところだと思うんですよ。研究者とかね、ただそれが好きなだけとかいうことだと思うんですよ。でも通常はやっぱりそれを持ってですね、アウトプットして誰かの役に立ちたいとか自分の金儲けをしたいっていうところになると思うんですよ。まあ、総じて言えるのは、インプットは金がかかる、アウトプットは金が儲かる、これだけじゃないですかね。ですんで私はこっちにインプット用のパソコンを置いて、こっちにアウトプット用のパソコンを置いて、こっち見ながら、ふんふん、なるほどなるほど、これでブログってこうやって作るのかっていうふうにやったわけですよ。それこそ Google の Gmail のアカウントを取るときも、こっちを見ながらこっちをやったわけですよね。 Twitter のアカウントを取るときもこっちを見ながらこっちをやったんで、講義をやったと同時にアウトプットをしてるみたいな状態です。ですんで私の考え方としては、インプットとアウトプットのそのタイムラグが少なければ少ないほど儲けが早くなるって考え方ですよね。ですからね、こう本とか読むじゃないですか。本近くないけどあるかな、まあ何でもいいや、こういうものを読むじゃないですか。読んだらすぐアウトプット、例えば保険の面談をしたら面談の資料をもらえるじゃないですか。それをもとに動画を撮ったりとかね、してましたね。保険の面談を受けたらこんなことになりましたみたいなね。そしたらそれを見た人が、あ、なるほど、セルフバックやったらそんなことが起きるのかみたいな感じで、より具体的に、セルフバックのイメージが取れるということですよね。まあ、こういった形でインプットとアウトプットの隙間をなくすことかなと思います。大抵の方はインプットした後、よし今度の日曜日やるぞってなるんですよ。やらないんですよ、これがね。だからすぐにやることだと思います。で、あとね、武器がないって話吉谷さんされてましたけども、あの武器なんていらないんですよ、究極ね。素手でいいんですよ。どうせ武器渡されたって武器が使えないでしょ。剣とか銃とか、最初からそんなね、戦車をドーンと渡されても使えないんですよ。最初からトランザムが来ても乗れないんですよ。最初はやっぱりね、中古のベコベコの車でぶつけながら運転してね、あ、こうやったら事故るのか、このスピードは出しすぎなんだ、こうやったら前方不注意になるんだとかね、バックをしてみたら後ろバーンとぶつかったみたいなことがあって、いろいろと失敗しながら、だんだん失敗の可能性が減るから、じゃあ壊さないようになってきたから、ちょっとかっこいい車買おうかってなるわけですよね。で、かっこいい車買っちゃうと、もったいなくて乗れないとかね。でも置いとくだけで私は毎日満たされるんですよ。乗る必要なんてないんですよね。ちょっと失礼しますね。